総務省は人口動態調査の結果を発表し、静岡県の総人口は前の年からおよそ2万4600人減少となり、全国で3番目に多い減少数となりました。今日、総務省が住民基本台帳をもとに発表した今年1月1日時点の日本の総人口は1億2541万6877人で、前の年からおよそ51万人の減少となりました。日本人の人口は前の年からおよそ80万人減少し、過去最大の減少幅となった反面、外国人の人口はおよそ29万人増え、過去最大の増加幅となりました。一方、静岡県の総人口は全国で10番目となる363万3773人でした。袋井市や長泉町、吉田町の三市町で前の年から人口が増加した一方で、県全体ではおよそ2万4600人減少し、この減少数は北海道、兵庫県に次いで全国で3番目に多い数となりました。